石橋治は JRA 美穂トレーニングセンター所属の騎手。2013年2月までは関西に石橋守がいたため、競馬新聞やスポーツ新聞の競馬面の馬柱では石橋治とフルネームで表記されていたが、石橋守の引退により現在は石橋と表記されている。2003年に美穂の柴田正人旧社所属騎手としてデビュー。 3月1日の中山競馬第1競争で、マグマビーナスにて初騎乗。同年3月29日の中京競馬第8競争で AP 大門寺に騎乗し初勝利を挙げる。この年は、長谷川広大や松岡正会といった若手の中でも乗れる騎手がデビューした年であり、石橋は25勝を挙げ民放競馬記者クラブ賞を受賞した。 二年目の2004年は38勝を挙げデビュー年より、勝利数を上積み、その後もコンスタントに勝ち続け、2006年4月1日の福島競馬第12競争でダンスオブサロメに起場し、JRA 通算100勝を達成した。なお同じ日に中山競馬第4競争で石橋と仲が良い同期の松岡正会が通算100勝を達成していた。 デビュー3年目より重賞への騎乗機会を2桁に乗せ、ジャガーメールなど上位人気場での騎乗もある中、勝利することができずにいたが、2010年1月11日のフェアリーステークスにてコスモネモシンに騎乗し、重賞騎乗112戦目にて初勝利を挙げた。2012年4月29日、第145回天皇賞をビートブラックで勝利し、初の GI タイトルを獲得した。 なお、これが、京都競馬場初勝利であったことを、当日行われた、ジョッキーイベントで語られた。2014年1月18日、中山 12R を、フィロパトールで制し、JRA 通算400勝を達成。表彰時プラカード持ちをしたのは、田辺博信。2016年に、競馬情報サイト NETKEIBA.com でバレットを募集普段は、 ジーマの芸名で活動しているお笑い芸人の北島、厚紙を採用した。2017年の阪神ジュベナイルフィリーズを、ラッキーライラックで制し、GI 競争2勝目を挙げた。GI の2勝はいずれも関西馬で挙げている。2020年には、ダービー競、チャレンジトロフィーニュージーランドトロフィーアーリントンカップを制覇し、自身初となる3週連続重賞制覇を成し遂げている。 2020年10月25日、JRA 通算1万1000回起場を達成。2021年6月、バレットを務めていたお笑い芸人の北島敦氏の退職に伴い、再び NETKEIBA.com でバレットを募集。2010年4月に中山競馬場で行われ、同月18日に結果発表された、抱かれたい騎手といえば、というアンケートで、 1> 第1位に選ばれている。ゲームが好きでダービースタリオンや、ブルードラゴン等を好んでプレイする。騎手を目指すきっかけになったのも、ダビスタの影響とのこと。2012年天皇賞。ありがとうございます。